聖子ちゃん、聖子ちゃん行くわ。ちょっと10分前に練習し始めた割にはね、今思ったよりうまく弾けたから良かったです。はい、皆さんこんにちは、川野高橋です。今日はですね、私の思い入れのあるマシーンが実はこの間作って完成したんですよ。まあ、完成っていうか完全完成じゃないですけど、もう形になったんですね。まあご察しの言い方はね、もうお分かりになってるかもしれませんが、私が社会人ね、大人になってからラジコンのね憧れとか持っていたり、こう楽しんだりっていうのは幼少の時にもちろんあったんですけど、大人になってですね、競技としてラジコンを始めるきっかけとなったものすごく思い入れのあるマシーンですね。でこの話とか今日お話しするのって、多分ね今まで何度もお話してること同じこと言うとは思うんですけど、でもね形になって嬉しいんで、ちょっとねよかったら付き合っていただいてもいいですか。お見せします。じゃーん、あれですね、はい、 TA03、これは TA03 の RS ですね。わかります？ TA03 って最初 F ってね、フロントモーターのやつが出てきて、その後 RS だったのかな、確か。その後 R だったかな、確か順番としてそうだったかなと思うんですけど、私がね、ラジコン始めたきっかけっていうのが、入院したんですよね、ちょっと交通事故で。で、まあ長く入院していたんですけど、後半、外傷系だったんで、後半は内臓とかは大丈夫だから、まあ当然基本的にはピンピンしてるじゃないですか、その痛いところはあれだねっていう状態の中で、最初はねドラクエを一生懸命やってたんですね。ドラクエ5だったかな、5をね、5って2回結婚相手を選べるんですね。ビアンカとフローラだったかな。覚えてるでしょ。それ両方やって、まあ、それでも全然時間かなり長く入院したんで、で、まあ、入院患者さんとかとね将棋させたりとかしたんですけど、その事故と同時に職も失ってしまったんで、まあ、ちょっととりあえずリハビリも兼ねてね、なんかのんびり趣味とか遊ぶこともそれまでもなんかやっぱり生きて何を生き急いでるのっていう生き方をずっとしてきたんで社会人になってからね。でちょっと時間もあるし、なんかやりたいことやりたいなと思って、それで何で思ったかはちょっと覚えてないんですけど、やっぱラジコンがしたいと思ったのかな、多分。何で思ったかも覚えてないですわ。で地元のねお店行ってですね、まあ、ラジコンマガジンとか当然買って最初下調べしてたのかな。でラジコンマガジンとか見てて、ああ今こんなあるんだとか、何がこんな流行ってるんだって、ツーリングカーだったかな。でそれでもう TA03 がね欲しいって思ったかどうかはちょっともう記憶にないんですけど、地元のね新生のラジコン屋さんがあるんで、まあ、そこへ行ったらこれが置いてあったんで、うん、これを買ったっていうマシンなんですね。まあ、その時点ではレースに出るとかなんてのは全く考えてなかったですね。とにかくラジコンが欲しい、走らせたい。まあその欲求だけだったと思います。ただしこうなんか8の字練習したいなとか、まあ、心のどっかにこう速く走れることへの憧れっていうのはねどっかに持っていたとは思うんですよね。でこう最初ねこれで、練習したりしながらですね、まあ、サーキットなんかもそのうち行くようになってて、である日を境にねなんかこうスイッチが入ったんですよね。速くなるっていうことに対してのスイッチがすごい入っちゃって、でその時の苦楽を共にしたマシン、私の最初ですよね。このことはね本当密な時間と密な関係っていうんですかね、こう心が通じ合うようなね。まあまあまあボロボロでしたけど、ズタボロのボロボロで、
なんですけど、もう本当毎日練習してる中でもうボロすぎて、車も多分なんかもう訳がわからないんでね、とにかく走りまくっていたんで、しまいにはね、なんかフロントダンパーのショックなんて言って死んでるから、だってそもそもね、オイルも減ってるも入ってるも入ってるも関係なくて、そのうちなんかスプリングいらないんじゃないってなって、このね、TRF ダンパーをピンク色のね、あのダンパーつけてたと思うんですけど、あのフロントのねスプリングを抜いちゃってましたね。それでも変わんねえじゃんみたいな変わんないわけないんだけど、そのくらいもう壊れた、ぶっ壊れた廃車の状態でスプリングを抜いても動きが変わんないぐらいの、変わんないか分からないか分かんないけど、もうそのぐらいの状態で走ってた。その時にすでにもうレースに出てたっていうね、そのボロボロな状態でね。でこれ今ね、いくつか実はねオプションがついてるんですけど、あのこれを持ち出して私ねこう作っていたらですね、あのね、乃木先生ね、知る人ぞ知る乃木先生がですね、家にねこれがあったんですよ。これわかります、これ TA03 の TRF スペシャル RS のねっていうキットが確かあったやつの、それに結構オプションを入れまくったやつじゃないかなと思うんですよね。これほら懐かしの、ほら、ピンク色のこれスーパーローフリクションダンパーって、そんな名前じゃなかったですか、ローフリクションダンパー2だったかな、なんかそんな名前ですよねうわピンクのあるわと思って、で思い起こせば私がね確かその初めて野木先生とね出会ったのが、まあ、20代後半の時ですよ、28とかそのぐらいだと思うんですけど、その時確か言われてみたら野木先生ねこれ使ってたなって、 TA03RS を使ってて、だからまああんまその最初そんなね、あの彼もものすごい人見知りなんで、あのそんなにこうズケズケと最初から仲良かったっていうわけではないんですけど、なんか確かにこれを使っていたなっていう感じは記憶があって、それと同時にですねこれを持ってきてくれたんですよこれ彼貴重面ってすごいでしょ、残ってるんですよ、この TA03RS のねポルシェ911だったかな、ポルシェ GT1 だっけ、もうちょっとごめんなさい、もうごめんなさい、わかんないですけど GT1 かな、このボディ残ってて、でこのステッカーね、これ当時もね、しかも確か多分これ軽量ボディだと思うんですよ、軽いからもうねほら変色してますよね、このプラスチック部分とかね、このステッカーのこの透明な部分も変色して黄色くなっちゃってるけど、当時のこのこれが残ってて持ってきてくれてね、嬉しくてね、私最初ねこのまんま確か作った記憶があるんですけど、もう練習しすぎてボロくて、まあ、この話も何回もしてますけど、私ねこのポルシェのねこっから先なかったんですよ、こっからしたらなかったの、どうしてたかったらビニールテープとかガムテープを駆使してね作ってたんですよ、私でそれでね頑張って走らせていたんですよ、まあ、そういう状態だから、まあね、ショックがどうのとかね、もうね、嬉しそうにオプションとかつけてるんだけど、ぶっ壊れた状態で走ってるんで、ただやっぱあの時の記憶を思い起こすと楽しかったな、楽しかった、あのなんか自分のその趣味のために没頭できる時間っていうんですかね、あと屋外でこう活動できて好きなことを触って好きなことをできるっていうその時間がもうたまらなくてですね、本当毎日こう、まあ、当時はそういう表現なかったけど脳汁っていうのは本当出まくってですね、もう楽しくて楽しくて、これねオプション結構そのもういいよって言うから移植したんですよ、まあ、これ使い終わったらね、まあ、野木先生に渡すかもうこう飾っとくんで、まあ、その方が野木さんもいいだろうって言うんでね、リアのねこれリアのね、なんだこれリアハーブですか、これね覚えてるんですよ確か、ああそうだったと思ったら、これダイキャスト製なんですね、鋳物ですよ、鋳物削り出しじゃないんですよ、そうだったと思って、うわ懐かしいと思って、でこれ RS ってほらトレッドめっちゃ広いんですよね、でトレッド広いのをなんか調整するためのアクセルを長いやつでこうスペーサー入れてっていうね、なんかそんなものがついてるの、ああキューンとしたりとかねあとCハブっていうフロントのハブですね、ナックルじゃなくてこんな形のハブ、まあ、当時ねこの足回り金属にするっていうのは結構流行っていたのかなって思うんですけど、
このシーハブね、これね、あの中にキングピンのところにベアリング、850ベアリングだったかな入れるんですよ。確かそうだったと思って、当時のシーハブってそうだったと思ってね、もうねいちいち懐かしくて、これ見てるとね、いろいろ思い出すんですよね。なんかサードパーティーからボールデフを中に入れるんだけど、そのボールデフの駆動効率をね減らすっていうんで、あの、ね、通常のデフってあの厚みって、ね、ギアの幅ってこのぐらいあるんですけど、それがもうペラペラの本当スパーギアみたいなやつのボールデフが確かあったなとか、もうめっちゃ細かいことなんだけど、これベルトテンショナーがね、これベルトテンショナーがついてるんですよね、ベアリングの、ね、これ見えるかな、これついてるでしょ。これが標準だと結構大きなベアリングつけるから、ベアリングがものすごく、あ、ベルトがねものすごいギュッと湾曲されるんですよね。でこれ駆動効率を良くするっていうのにちっちゃいベアリングをね入れたんですよ。それをねこれ見て、あー思い出したと思ってでこれね私ね630ベアリング630個入れました。だからねちょっと駆動効率良くなってるから、まあまあ別に速さを競うわけじゃないんだけど、こう入れてね懐かしいんでね。あとはねこれもう探したけどやっぱなかったのが、このワンウェイ入れるのはね標準だったんですよね。でフロントワンウェイはどうやって入れてたかな、センターワンウェイって、ね、その当時ねトルクスプリッターって確か呼んでたと思うんですけど、あのね確かプーリー系をちっちゃくかするんですよね。で要はワンウェイがこうワンウェイ、このちっちゃいところにワン、まあ、よく壊れたんですけど、ね、確かねこのちっちゃいところにワンウェイが入ってて、回るんですよ。回ると直線走ってるときはもうフロントタイヤに物理的にこうトルクが伝わらない、ベルトの重さはあれどフリーの肉状態で走るっていう機構が確かトルクスプリッターってあったと思うんですよねそれをね思い出したりとかですね、このベルトの張りを調整するのにこのアッパーデッキのこの中の穴を大きくしてね、それをでこのネジでねこのベルトの張り調整したりとかね、なんかねほんといろんなことをね思い出しましたわ。私だからこれねあのチタンビスとか、あのビスねこれキット再販のキット作ったんですけど、当然タッピングスクリューだったんですけど、こんなものは使えねえと思って昔オプションのねチタンビスもタッピングだったと思うんですけどね、今もうタッピングのチタンってもうないからほぼね、うん、だから通常の私のねチタンビスふんだんに使いましたもう完全にこれ盆栽ですね、私なりのこの懐かしむ盆栽っていうんですかね。いやもう見てるだけで幸せでね、多分1年は使ってなかったとは思うんですが、あの通常の人の何年分も動かしたと思いますし、ぶっ壊れた状態で走らせていたんで、私なりにああでもないこうでもない言いながらね。で、私がその始めた時ですね、同じ TA-03RS を使うその当時のエキスパートの方がいらしたんです。まあすごい仲良かったんですけど、でそれで遠征に行くんだって言ってね、あの近く の同じ福井県内の別のコースでレースがあるんで一緒に出かけて行って、で私はもう私にとってはその人師匠なわけですよね、エキスパートで、しかも TA-03RS を使っている。でも現実的にはその当時もう、競技車両で横本とか HP とか強小とか TF とか、あとなんだっけな、横本のYR4 だっけ、うん、なんかその辺とかがもう全盛でめっちゃ速いんですよね、うん、でも私その辺よく分かってないから、その TA-03RS が劣っているってこと私その当時あんまよく分かってなかったから、そのね人エキスパートだからね、あのその人頑張れって言って応援、すごい応援してたTA-03RS をね頑張って応援していたって記憶があってね。でもまあ残念ながらそんなね B メインだったかな、 A メインは上がれなかったんですけど、なんかそんな思い出とかね、まあ、なんせその今は亡くなったね山形模型さんっていうサーキットがねあるんですけど、私そこでラジコンカーをね初めてこう育ったんですが、そこの駐車場にねいつもピクニックテーブルをね置いて、ピクニックテーブルってあのこのぐらいの大きさをバタッってやるとあの足とか出てくるやつ分かります？こんな形になるやつねあれをもっと秒速
3秒ぐらいでカカカカって組み立ててね、ピーチパラソル真ん中刺してね、それでこう本当毎日ね一生懸命やってました。で今からする話は、まあこのおじさん、おじさんじゃない、ラジコンの話をしようシリーズにつながるんですけど、まあそのうちね確か多分、うん、どっちの先になるか分かんないですけど流れるとは思うんですが、これ設計したのは三浦さん、私最近三浦さんとよくつるんでるじゃないですかね。でそのラジコンの話をしようシリーズの中で、私そのこれ頑張った時ってやっぱ雑誌見ると三浦さんすごい出てたわけですよね、開発者としてもドライバーとしても、まあどういう、まああんま深くは覚えてないけど、まあよく見た顔で03使ったタミヤの速い人みたいな、そんな印象ですよね。その三浦さんと一緒にもう TA03 をやりたいと一緒にこれできないと私はもう死ねないと思って、まあ、動画上の中ですけどね、お願いしたらね、ぜひやろうっていうんで今みんな作ってるんですよ。まあこれでね、早い遅いっていうよりもこれで一緒に同じフィールドで三浦さんと一緒にこの当時の TA03、まあ高橋少年ではないですね、まあ青年でもないですね、まあいい大人の27、8ぐらいのもうね人間の時のまあ思い出ってまだいっぱい残ってるんで、その時の思いを胸にね、ちょっと三浦さんと一緒にサーキットでね走らせたいなっていうので、今これ実は作り始めたんですよね。まあ私に限らずね、今こう活躍してるねベテランの選手ねたくさんいらっしゃいますけど、まあ皆さん当然誰もがね初心者の時はあったんですよ。まあその時に早くなりたいとかなりたくないとかっていうだけじゃなくてね、どういう思いでラジコンをしていたか分かんないですけど、まあ、誰しもねこうズタボロにしてね、こう遊んでいたっていう時期っていうのはね多分あると思うんですけど、私今こうやって YouTube でこういろいろねお話ししてますけども、まあ、確かにねこうご質問を受けたりとか、まあ、早くなるためにっていうお話なんか私ねよくさせてもらってますけども、私お店の方ではねあんまりこうなんだろう頭ごなしにね間違ってるってことをねこっちからはね聞かれたらお答えしますけど、こっちがこうした方がいいっていう、よほどなんかこう向上心高い人は除いてほとんどの方に対してこっちからね言うことってないんですよね。まあ、っていうのはやっぱりこうああでもないこうでもないってこうやったりこう考えたり、する時ってすごい楽しかったんですよね。その思いがあるし、私がそのぶっ壊れていた車を使ってそのフロントダンパーのスプリングを抜いて動く変わんないとか、なんか一回タイロットだけで走った時もあったかな、これでいいじゃないみたいな、そういう時って本当楽しかったなっていう思いがあって、私もお店立ってますけど、私の方からねこれは間違ってる、これはどうだっていうことはなるべくね聞かれない限りはねお話しないようにしているんですよね。そんなことも思わせるこの TA03RS ですね。なんだろう、小学校の時の憧れたホリデーバギーとか、あの辺に憧れた時のこう下半身がキュンキュンとくる感じではないんですけど、初めてこう趣味というものですかね、その生き急ぐ以外のことに夢中になれた思いっていうのはね、こうやっぱりこうどちらかというと下半身だけど胸ですね、胸にこうキュッとこうくるもあるんでね、まあこの気持ちを大切にですね忘れずに、またお店の営業っていうのをね続けていきたいなと改めて思ったという感じで締めていいですかそんな感じで締めさせてもらいますわ、はい。まあ、もしね皆さんも思い出の車とかねこういう思い入れの強いものありましたらね、ベテランさんでねよかったらコメントなんかいただけると、まあ私ね本当コメントをお返事しなくて大変申し訳ないんですけど、目は通させていただいておりますので、楽しく読ませていただきたいなと思います。それではですね、今日の動画良かったと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録そして高評価よろしくお願いいたします。非常に励みになります。またレディオカカのウェブショップもございますので、そちらもチェックしていただくと非常に嬉しく思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。